皆さんお久しぶりです、ヒトポンです。あいだよ。って、これどういう状況？魔王界の根の浄化をする道中で釣り場を見つけたからね。前回のおさらいをしながら釣りを楽しんでます。結構間が空いたからね。前回のおさらいをざっくりと説明すると、強敵魔王界と戦って誤解が解け、新しい仲間のアーリが増えたよ。ざっくりとした説明すぎてもう説明終わっちゃった。というわけで釣りはやめて探索、どうやら今現在だといけない場所があるね。闇の触手ってのが邪魔してるみたいね。これも霧のせいなのかしら。まあ魔王界の根を怪我してる奴が原因だとは思うから、それを解消できれば通れるようになるのかな。あの闇の触手の先に宝箱二つあるみたいだし。待って、この扉、この印がサンストーンに反応してる。これはベサーニが作ったものなの。新たに生を受けた時からずっとこの石を持っていたの。過去との唯一の接点、いわば鍵穴を探す鍵。ずっと私と一緒だった。これはただの秘宝じゃない。器よ、記憶の器ね。ほとんどエネルギーが残ってなかったけど、扉を開けることはできた。必然というわけか。そうね。私の先祖のベサーニは地下の秘宝と何か関わりがあったのね。どういう関わりかはわからないけど。過去への鍵は未来を見せてくれるのだろう。バスタや汝の運命を教えてくれ。さて、この先に何かありそうだね。アーリの種族の秘密でもあるのかしらね。魔王界の根が霧に栄養を吸い取られて枯れている。ここには何か邪悪なものがいる。黒き霧だけではなく。それなら倒すまでよ。誘い出して。戦う必要はないと思うが。ここでボス戦か。相手は汚れた影。こいつもレジェンドスピード持ってるわね。魔王界も持っててかなり面倒だった記憶があるわ。特徴としては闇の触手を出したり利用したりして戦うって感じかしら。イラオイみたいね。それにシャドウストームっていうハザードもあるのか、かなり面倒かも。しかし攻撃方法は3つか、意外と少ないかな。2回攻撃で触手召喚、大ダメージで触手消費、ハザードの3つね。大ダメージのやつは消費した触手の数に応じて覚醒ダメージがあるから、一番気をつけるべきは触手の数による大ダメージだね。そして今更だけど編成はイラオイ、ブラウム、アーリです。ブラウムの気絶だとアーリの通常攻撃の多段ヒット、イラオイの触手の多段ヒットで気絶打を速攻で発動できるし、イラオイが全体回復と状態異常解除、アーリが単体回復とダメージ。個人的に使いやすくて強いと思ってます。別にブラウムもイラオイもサポートが得意だからってダメージが出ないわけじゃないものね。イラオイはスキルが優秀だからずっと採用してるけど、ブラウムは純粋にイラオイとアーリを守れるのがかなり強いと感じたかな。アーリは通常攻撃が多段ヒットでスキルも状態異常やダメージ特化、範囲攻撃にヒール。すごい使いやすい印象。攻撃に特化してもパッシブで回復できるのがアーリのいいところかも。そして相手のハザード、これバランスレーン以外にもパワーレーンやスピードレーンにもハザード来てるね。うまいことスキルで避けないといけないわね。マナの量が重要になりそう。って思ったけど、これバランスレーンに来てないハザードは通常攻撃や普通のスキルで避けれるから意外と楽かも。あとブラウムが強い、めっちゃ耐えてくれる。今までのイラオイ一人に耐えてもらう編成だともう数回は死んでるよ。これを待ってたの。アーリのこの一つ目のアルティメット、大ダメージを与えた後にもう一度攻撃できるのすごく強いな。この後に回復してもよし、ダメージを与えてもよし。あっすな。ブラウムじゃなかったらやられてたな。ダウント中のブラウムは攻撃を受けるたびに少し回復するから。多分その回復量で耐えた感じ。
というわけで勝利です。編成を変えたらこんなに楽になるとは。みんな奇襲攻撃にうんざりしてない？我らの決意は固い。闇を追い払ったな。霧が、根から霧が消えていくわ。地下室がきれいになった。祝福の水は？魔王界の根は元気になったようだけど、ここの祝福の水はとっくの昔に枯れちゃってるわね。ブラウム、心配無用だ。故郷の民のために治療薬は必ず見つける。ひとまず魔王界のところに戻ろうじゃない。これで先に進めるといいんだけど。というわけで帰ってきました。魔王界のところです。小さき者よ、我の願いよみがえったのだ。徐々にではあるが、正気が回復しているぞ。恩に切る。あの緑が濃くなってきた。よかったわ。この苦難で多くの力が奪われてしまった。森を完全に回復させ、霧の壁を打ち壊すには時間がかかりそうだ。時間はないよ。先に進まないと。だが他に手はない。数千年前ブールは霧を打ち払った。我らの民にも私にもできることがあるはずだ。そうだ、ブールだ。破滅が訪れる前、ブレスドアイルの僧はお前たちの祖先と接触するためにサーペントアイルまで旅をした。それは神話だと思っていたが。疑うのなら、サーペントアイルの海岸を調べてみるがいい。海中に寺院があるはずだ。ブールの民がブレスドアイルからの訪問者に母なる大蛇とのつながり方を教えた場所だ。無理だ。ブールの伝承もなしに一体どうやって見つければ。俺が見つけてやる。何？俺は海の底を見た。何時はその場所を知っているのか。近くまで行けば、あとは引き波が俺を呼ぶだろう。この種を持って行け。これに母なる大蛇の祝福を与えよ。種に命がみなぎれば、我が森を回復させ、行く手を阻む霧を追い払うことができるだろう。任せろ。またね、魔王界。さて、ここで一旦遠回りをしないといけなくなったわけか。急がば回れってやつね。とりあえず魔王界の根は浄化できたし、今回はこの辺で終わりにしましょうか。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。ようこそガングプランク、我が内なる聖域へ。お前の褒美を見ろ。それがそうか、古の王の剣か。ウィンドキングブレードさ、この中に王の魂が眠っている。お前がビルジオータから持ってきたブールの秘宝があれば、王の魂を取り出せる。しかし閉じ込めるには、闇の力をお前が操るには、俺が渡したアミュレットが必要になる。肌身離さず持ってるぜ。王は黒き霧の怪物だ。アミュレットは霧を吸収できるが、持ち主の意志に応じた力しか発揮できない。
上妙の者であるお前の意志で王の意志に打ち勝たねばならない。王の魔法を操るにはそれしか方法がない。意志の戦いだと？心配なのか？恐れる必要はない。王と俺は過去から来た存在だ。俺は奴の秘密を知っている。奴の心が数世紀経った今でも荒れ狂っているなら、その魂を俺が壊してやろう。その必要はない。俺のビルジウォーターへの支配欲は誰にも止められない。ミス・フォーチュンを止められないのと同じだな。あいつに負けるものか。敵の胸の内に何が眠っているかはわからない。命がけでこのアミュレットを守る。ひとまず王には力を蓄えてもらわねば。奴を目覚めさせ、千年の眠りが人の魂に何をもたらしたのか見てみよう。私の声を聞くのです。滅びの王よ。スレッシュ、あなたを闇からお救いしたものです。寒々とした世界だ、我が王妃。王妃はどこだ？あなたは弱っておられます。回復されたら秘殿下を探しに参りましょう。王妃はどこだ？愛する秘殿下に会う前に力を回復し、王にふさわしい力を備えるべきです。そうだな、私は王なのだ。王妃が待っている。これはあいつの意志を打ち破らねばならんわけか。奴は王妃を探し求めているが、彼女はとっくに死んでいる。その愛を利用して王を操ればいい。任せろ、奴は俺に屈することになる。大した場所ではないが、この屋敷でゆっくりしてくれ。またすぐに試してみよう。ようやく必要な駒が揃ったぞ。ガングプランク、アミュレット、そして王。ガングプランクには宿主を務めてもらう似合いの役だ。アミュレットはいずれ奴を破壊する。最強の人間も霧に抗うことはできない。そしてガングプランクの魂が破壊された暁には、全世界の魂が俺のものとなる。